皆さんこんにちは、白石市長の山田雄一です。本日令和5年度白石市総合防災訓練を挙行いたしました。災害は必ず発生することを前提に、被害を最小限に食いとどめるために、自助、共助、公助が一体となることが大変重要です。市民の皆様におかれましては、常日頃より非常食の準備、また避難場所、避難ルートの確認をよろしくお願いをいたします。白石市といたしましては、白石消防団をはじめ関係機関と連携を図りながら、市民の皆さんの安心安全をさらに推進してまいります。皆様のご理解とご協力、どうぞよろしくお願いいたします。